話題の特別展、象形の地、ブルターニュ展では、国内と海外の美術館から、フランスの北西部に位置し、芸術家たちを引きつけた、ブルターニュ地方をモチーフにした、19世紀から20世紀のヨーロッパの画家たちと、フランスに滞在していた日本の芸術家による作品が展示されています。その出品作から、今回の動画では、主要な絵画と版画の作品について解説します。本展の第一章、見出されたブルターニュでは、この地に自分の絵や版画のために新しい主題を求めた芸術家たちの作品を取り上げています。例えば、イギリスの風景画家ウィリアム・ターナーは、1829年にナントの街を水彩を用いて描きました。本作では、ブルターニュの川の岸辺に広がる街の家並みや水の流れが画面の奥側までずっと続く様子が透視図法により示されています。手前の岸辺には、この地方の衣装をまとった女性たちが子供の面倒を見ながら売り物の果物を並べ、水の上には船が浮かぶ街の情景が描写されています。このようにターナーはブルターニュの街の情景を描きましたが、印象派の芸術家はブルターニュの自然を描写しました。クロード・モネが1886年に描いた嵐のベリールには、荒れた海の上に突き出た岩に当たって砕ける波の激しい動きが荒々しい絵筆のタッチにより表現されています。この絵の海とは対照的な穏やかな海の景色もモネは制作しており、同じ年にポール・ドモアの洞窟を描いています。入り江から巨大な洞窟を描写する本作では、穏やかな海原と日の光を浴びる岩が明るい黄色や赤、青や緑の色を塗りつける無数のタッチを並べて表されています。風景を描写する画家がいた一方で、ブルターニュの人物を描く芸術家も存在しました。チェコ出身の芸術家アルフォンス・ミュシャは1902年に岩壁のエリカの花、砂丘のアザミで花を手にして立つ女性の腰から上の姿を描いています。横向きの顔を示す目を閉じて、あるいは目を開いた女性は白と黒の色彩が特徴的なブルターニュの民族衣装を着用し、下に見える渦巻きの形の文様はケルト美術の作品に認められるようなデザインで、ケルトの伝統を継承するブルターニュの地方性を思い出させます。本展の第2章、風土に育まれる感性では、フランスの芸術家ポール・ゴーガン、そしてゴーガンの芸術から影響を受けたブルターニュ地方の南西部に位置する小さな村ポンタベン村で活動したポンタベン派の作品が展示されています。まず、ブルターニュ地方に滞在を繰り返して制作に取り組んだゴーガンが1889年に制作した海辺に立つブルターニュの少女たちの絵のモデルたちは、ブルターニュ地方の衣装をつけて裸足で立っています。背景にはブルターニュの海岸が望まれ、絵の具の塗りは平面性を強調し、波の表現は自然主義を離れパターン化するゴーガンのユニークなスタイルを示しています。それから、ゴーガンが1894年に制作したブルターニュの農夫たちには、麦畑の前で立ち話をする農家の女性たちが描かれています。本作でゴーガンは、彼が1893年まで滞在していた南太平洋の島タヒチの女性の表現を思わせる、しっかりした体つき、大きなサイズで表された手や足、南の島の女性たちの頭部を思わせる顔の造形が特徴的な人物を描いています。そして、暗い色で引かれた目立つ輪郭線や細かいタッチの使用、黄色、赤、緑、青の明るい色彩を多く用いて画面を彩る手法は、ゴーガンの独特のスタイルです。このゴーガンから教えを受けたフランスの芸術家ポール・セリュジエが1922年に制作したブルターニュのアンヌ女工への来賛が、今回の特別展には出品されています。この作品はルネサンス期のブルターニュ公国の君主をモチーフとし、植物の鉢を捧げて敬意を示す騎士たちに応える、女性貴族の背後には植物モチーフで覆われた奥行きの浅い背景が広がり、槍からモデルの名前を記した
細長い旗が頭の上へと伸びて、衣装も古い時代を思わせる造形を示し、明暗法や立体表現の使用は控えめで、ルネサンス期よりもさらに古い中世の平面作品を想起させます。ポンタヴェンで活動した芸術家の作品としては、他にエミール・ベルナールが1888年に描いたポンタヴェンの市場があります。太い輪郭線は合眼も用いた要素で、ブルターニュの伝統的な衣装を身につけている画面の手前に表された女性の横顔は人形のようで、こちらを向く女性も無表情です。にぎわう市場に身を置きながら、活気や動きを感じさせることがない人物の不思議で神秘的な表現が目を引きます。本展の第3章、土地に根を下ろすでは、ブルターニュを見つめ続けた芸術家たちの作品が特集されています。19世紀末から20世紀の初頭にかけて、ブルターニュは保養地として注目を集め、造形作家たちも秘書や制作のためにブルターニュにやってきました。そんな芸術家たちの中で、フランスのナビ派の画家モーリス・ドニは1921年に花飾りの船を制作しています。この絵にはブルターニュ地方の川に浮かぶ中央に表された半裸の男性の背後に見える船は明るい紫色の花で装飾され、三色旗と一緒に日の丸もつけられています。明るい色彩で彩られたモチーフが画面を埋め尽くして、おめでたい日の晴れやかな雰囲気を表しています。他にフランスの画家版画家のシャルル・コッテは、ブルターニュ地方の農民や領民の生活を写実主義のスタイルで描いています。シャルル・コッテが1913年に制作した行列では、聖母子の像を担って進む娘たちの表情は暗くて黙想しているようにも見え、カトリックの信仰の厚いブルターニュの地域性をよく表しています。同じくコッテが1908年から9年に描いた悲嘆海の犠牲者は、海難事故による死者を悼む人々を受難のキリストを前にして嘆く宗教画の登場人物のように描写しています。本作に確認されるような暗めの色の使用と写実主義的な描写がコッテのスタイルの特徴です。20世紀の初頭にブルターニュに家を持ったフランスの芸術家リュシアン・シモンは、1919年の庭の集いで裕福な家庭の人々が芸人を呼んで家の庭で楽しんでいる様子を描いています。照明が人物を照らす舞台の上の光とその周りの暗さの間に形成される明暗のコントラストが印象的な作品です。同じくリュシアン・シモンによる1919年頃のブルターニュの祭りは、教会の傍らで旅回りの一座の役者たちが姿を見せる舞台では太鼓が叩かれています。本作は先ほどの作品とは打って変わって、明るい色調の広範囲にわたる仕様が特徴です。パリ出身の画家アンリ・リビエールの1901年の版画の連作時の宣教より、満月には中央に姿を見せる丸い月、上に向けて伸びる木々、樹木の背後にかかる雲、折れ曲がる道、荷物を背中に負った後ろを向いた人物に、歌川広重の東海道53次の沼津からの影響が指摘されており、本作についてはジャポニスムの傾向が強い作品として見ることが可能であるようです。そして日本に関しては、本展の第4章、日本初パリ経由ブルターニュ行きでは、日本出身の画家たちの作品が紹介されています。19世紀の末頃から20世紀の初めには、パリに留学していた日本人の画家や版画家たちもブルターニュ地方の風景や風俗を描いています。黒田清輝が1891年に描いたブレハの少女は、ブルターニュの海に浮かぶ島で少女をモデルに描かれた作品です。こちらに眼差しを向ける顔、だいだい色で表した髪の毛、手にした黄色の布地、左右で大きさの異なる靴、椅子に置かれた割れた腕が激しく素早い筆さばきで描かれています。同じくブレハ島で描かれた作品として、久米慶一郎による1892年のリンゴ拾いが今回の特別展には出品されています。
柔らかな光が降り注ぐ屋外で、ブルターニュの民族衣装と器具をつけた2人の少女がカゴを手にし、木から落ちたリンゴを拾って前掛けに収める様子が、緑、白、茶色をベースとする落ち着いた色調で描かれています。藤田嗣治は1920年頃の十字架の見える風景で、縦長の画面の中央を走っている両側を白い壁の建物に挟まれた道路を描いています。透視図法を使用した構図の中の手前からまっすぐに続く道の奥に、薄い青色の空と海を背景に従えながら、地面の上に直立する灰色と黒に彩られた台と十字架は、ブルターニュの町に特有のキリスト教のモニュメントです。版画家の山本香苗は1920年のブルトンヌで海の景色を単純化した背景の前に、目を閉じた若いブルターニュの女性を画面に大きく表しています。渋い青と黒を基調とした統一された色の調子は、素朴なブルターニュの娘の初々しさを表現しています。このように今回の特別展では、ヨーロッパと日本の芸術家たちを引きつけた土地を、さまざまな種類のモチーフ、多様な手法で表した平面作品の数々を鑑賞することで、画家たちを魅了したブルターニュの魅力をよく感じ取ることができる内容となっています。